とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は先日出た装備、使っていきます。覆われた怒りですね。黄金がアーティファクトシナジー、エンチャントがリフレッシュ痛み虚無ですね。いつもは、ウィザーアーマーで使ってたんですけども、今回は、フルメタルで使っていこうと思います。フルメタルの方が、ダメージが 30% 上がります。こっちの方が攻撃力はあるんだよね。でも 6% 吸収がないので痛みとの相性が悪いかもしれません。それをヘルスシナジーで回復していく。これでどうでしょうか。ウィザーアーマーとフルメタルアーマー、どっちの方が使いやすいか試してみまーす。では行きましょうか。ドラキノコで行きますね。どうだ？火力は抜群。エンチャンの敵も軽く粉砕していきますね。3000万嘘でしょ。相当ダメージあるね。で、基本的に 30% アップのヘルスシナジーがつくと7000万ぐらいは与えるんだよね。あ、でもそこまでなんか与えてない気がするな。基本は7000万です。あ、7000万、700万だ。700万。でもなんかね、低いダメージの時がありますね。まあ敵のなんだろう、防護とかエンチャントが入ってると若干変わってくるんでしょう、おそらくね。まあまあ、でも火力はしっかりと出てるので大丈夫ですね。オッケー。行きましょうか。上の方に、キャプテンが確か1体いるので、そこをまず狙っていきますね。あ、いや、ないんか、今回。ないんだ。ある時ない時があるからね。今回はどうもないっぽいです。で、この装備は、デスバーターついてないので、一応、気をつけていかないと死ぬこともあるので気をつけていきましょう。ダメージには、まあ今のところポーションバリアはなしでいけてるけども、おそらくもう使わなきゃいかんね。配電とかつくと痛い。あとトゲね。トゲはゴリッと減るな。あ、で攻撃してもあれだね、 HP 回復するわけじゃないから、しっかりとぴょんぴょんしてヘルスシナジーを発動させていきましょう。もう回復方法がねそれなんで、サボらないようにやっていきます。で、中に3体ぐらいいるかな。多分3体、もしくは4体ぐらいいるんじゃない。はい、いいんじゃない。ちょっとね、怒りの使い方をもうちょっと慣れないといけないんだよな。はいはい。今までがね、バーストゴーストリングを使わずに戦うタイプだったんで、できるならばバーストゴーストリングの戦い方に慣れたいところですね。はい、何が出た？え、クリーパーに変わる？最悪じゃない。やばっ。よっしゃ。もうこの霊気がもうほんと嫌い。はい、霊気がつくとね、攻撃速度が遅くなって嫌なんだよね。毒の雲か、嫌なやつがついたね。あの、自分でね装備する分の毒の雲そんな強くないけど、敵がつけると一気に強くなるんだよね。むちゃくちゃ嫌なエンチャントになるので、毒の雲はちょっと勘弁してほしい。で、脅威、あと1体いるかもしんないね。もしかしたらあと1体僕の方にいるかも。あぶね、毒がついてる。やばいやばいやばい。トゲか、あぶねー。死ねる死ねる。あ、いないっすね、キャプテンは。キャプテンはいません。ということは道中どっかにいるっていうことか。
はい、まあ、ちょっと探しながらやっていきます。いた、よっしゃ、で、はい、終わり。風使いいる、珍しいね。ここ風使い出るんだ。で、脅威が2ですね。うん、なんか HP が増えたり、攻撃力が増えたりとか、そういう変更点がついてないので、意外と楽かもしれませんね。まあ、毒の雲はちょっと鬱陶しいけどね。中間地点過ぎました。キャプテンは未だにまだいない感じですね。なので、あぶね、矢も結構あるんで、弱体化弓に変えてます。ちょっと弱体化をしっかりと入れて、火ダメを抑えていくっていう作戦でいきます。痛いのよ、やっぱり。あ、ちなみに一回死にました。一回死んじゃいましたけど。痛いんだよね、毒ダメージがどうしても。すんごい食らうもん。で、多分ここを抜けたところにいるんじゃない?おそらく。うん。いてくれれば嬉しいところですけども。あ、いいね。やっぱフルメタルは。さっきダメージが効かなかったんだけども、30% ダメージ無効がついてるんで、意外とそれがね、使えるんだよね。強い。じゃあ、ナイス。パワーは嬉しいよ、本当に。あ、やばいやばいやばい。そこで毒を食らってる時にラグったら嫌だよね。超ダメージもらうもんね。 OK、 ここでさらに矢をゲット。800本、これだけありゃ十分でしょう。よっしゃ、あぶね、はい、ああ、嘘、重力がついてた。吸い込まれて死んでる。まあいいや、行きましょう。よっしゃ、おお、効くね。やっぱ毒ダメージがすっごい、毒ダメージすっごいな。 OK、 多分右左にいそうな気はするね。よっしゃ、もう重力パルスついてる。重力付きのさ、クリーパーはエグすぎないかい。ひどすぎないか。ここいない、ここいなかったらもうここいないと思う。あ、いるいるいる、よかった。あ、こっちが広い。この先結構いそうな気がしますね。よっしゃ、いるいる、 OK。危ない危ない危ない。脅威3ですね。はいはい、やばい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 。しっかりとヘルスシナジーで回復して、はい、で最後の減るって何。あ、モブ速度なんか緩いやつがついたな。今回の変更点はかなり緩めな感じです。はいはい、行くぞ。モーションバリアしてもさ、この毒ダメージは相当痛いよね。ああ、もう使ったって、ちょうど使った。もうモーションバリアの時間がもう見えなくなってるからどうしようもないんだよね。よっしゃ、モーションバリアの時間が消えるバグはもうなんとかして。あ、やばい、これ死ぬかも。あぶねえ、おっしゃ、あぶねえ。もうポーションバリアの時間も見えないし、あの敵の数だったらちょっと耐えれなかったかな。よっしゃ、 OK。 うわー、ラグっちゃ嫌。ラグったら終わるってば。もうラグらないで、こんなところでさ。はい、ということで、脅
最近出た怒り、これをフルメタルアーマーで使ってみました。怒りにね、痛みがついてるのでダメージどんな感じかなと思ったら、ヘルスシナジーで全然回復します。なのでウィザーでもフルメタルでも使っていける感じですね。うん、まあ普通に使うと HP が減りまくって使いにくいんだけども、ウィザーアーマーもしくはヘルスシナジー、これがあれば大丈夫です。つけてみてください。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。